この間はゲーテだったので、はい、今日はこのカリール・ジブランの預言者っていうあの詩があるんですけれども、これに沿いながら神田さんにいろいろ質問をしていきたいなと思うんですが、はい、このカリール・ジュブランという方は1883年レバノン生まれの方なんですね。実はアメリカに移民してるんですね、うん、極度の貧困の中で住む家を失って母に連れられて親戚を頼ってボストンに移住して来られた方なんです。ご本人は訳あって数年後に単身帰国して、まあ、ベイルートでアラビア語の高等教育を受ける中でこの預言者っていう詩をお書きになったと。で、1902年にまた再び渡米をして、まあ、その間妹兄母を病気で失うという、まあ、悲惨な思いをなさったという方で、でも実はこの預言者という本は日本ではあまり有名ではないんですが、欧米では非常に有名な著名な詩でして、聖書コーランについて読まれてる実は本なんですね。でビートルズ のジョン・レノンさんの曲でジュリアっていう歌があるんですが、それはこのカリール・ジブランのこの預言者っていう本の一部を詩に引用しているとも言われていて、まあ何が書かれているかっていうと、実はもう我々にとって非常に身近なことが書かれていて、26編あるんですけれども、まあ、愛についてとか友情について、死について、美について、祈りについて、まあ、非常に日常に沿った形でそれぞれ詩が書かれているんです。ですからちょっと今日は神田さんに、その辺のことを人生観についてちょっと語っていただこうかなと思ったんですが、まず愛についてはい、愛について、はい、これ本当に愛についてもっと長い詩なんですけど、うん、全部読むと長くなっちゃうので、はい、ほんの一部だけ抜粋して、愛っていうとちょっとあまりにも漠然としてるかもしれないんですけど、愛はそれ自体の他に何も与えず何も取らない、愛は所有せず所有されることもしない、愛は愛によって満ち足りるからであるというふうに言ってるんですが、神田さんにとって愛ってどういう感覚がありますか？難しいですね。これはちょっとかなり大きいものだからもうこれで全てを完結しちゃってしまってもいいぐらいの大きなテーマですけど、見返りを求めないっていうのはなんか何より大事な気がしますね、うんうん、見返りを求めてやるってやっぱり愛情ではないじゃないですか、うんうんうん、でもその辺なんかこうちょっと考え違いをしているというか、感覚が違う人もいっぱいいるから、うんうん、見返りを求めないのが一番なんだけれども、一つ言われるのは、例えば幼少期に親から愛情を十分受けなかった子どもたちって大人になった時にどうやって愛情を、うん、渡すのかわからない、やっぱりこう一方通行であるのはやっぱりかなり難しいですよね、神様でもない限りね、うんうん、難しいから、まあ、ちょっと難しいですね、話はね広がらないですね、うん、ちょっとこれ全部ね結構難しいんですよね、うん、じゃあ友情についてにしましょうかね。あ、友情ですね、うん、友情、自分の持っている最良のものを差し出すことだ、引き潮の自分を見せなくてはならないとしたら満ち潮の自分を見せるように、暇を持て余して友を求めたところで何になるだろう、友を求めるなら気分にあふれている時がいい、虚しい時間ではなく必要を満たすのが真の友である、和やかな友情に笑いと喜びを共にすることが大切だ、ささやかな露のために朝を見つけて心は清く現れる難しいですよね、難しいそうですよね、やっぱりこれちょっとこれに意見するのはちょっと難しすぎるかな、ね、例えば私よくわからない、神田さんに伺いたいんだけど、さっきの愛の話したじゃないですか、はいはい、
友情と愛情って何が違うと思います？これ分かんないんですよね。友情って愛情の中に含まれてる気がしますよね。うんうん、例えば友情っていうのはそれこそ一方通行じゃなくて双方通行のような私の中ではイメージがあるんですね。ギブアンドテイクってやつ。まず友情っていうだけに、友としての情じゃないですか。で友達って対等な関係だから、一方があげれば一方が受け取るし、もう一方が与えれば逆のもう一方が受け取るしっていう双方向のものは存在しそうですけどね。例えば平等っていうところでね、いやあるアメリカ人の友人が言ってたんですけど、例えばアメリカってやっぱり男女同権じゃないですか。で同権が進んでいくとね、例えば結婚してなくてもう男女で、共同参画で住むじゃないですか。その時に金銭はお互い全部出し合う、お家の家賃から食費から折半なんですって。だからこそ同権で自由なんだっていう考え方にのっとってるっていうわけね。じゃあもしどっちかが失業しちゃったらどうなるのって話を聞いたんですよ。そしたらやっぱお互いどっちかが、その時は支えるとか助けるっていう風になるのかなって私なんか思ってたんですけど、基本的にこの平等で同権だっていう考え方のもとに、その友情や愛情っていうのは乗ってくるから、どっちかが失業して家賃が払えなくなったら破棄だっていうんですよ。結局契約だからっていうんですね。平等を推し進んでいったらそういうことになっちゃうのかなと思ってびっくりした記憶があるんですけど、それは平等っていう概念を数字の上での平等に乗っけてしまってるんで、そういうことになりそうじゃないですか。もうちょっと違うところに平等の観念ってありそうですけどね。単純にお金っていうことじゃなくてね。そうですね、お金がなかったら他のところで家事をして、その分支えるとか、そういうことってことですよね。だからアメリカってやっぱ本当に契約社会なんだなと思った記憶がありますね。なんかお金ですね、分かりやすいですけどね。大体分かりやすいことって、あまり人付き合いの中で存在しない気もするんで、分かりやすくなった時点で違う尺度を使ってるのかなとか思ったりしますけどね。どんどん難しい話になってきますね。そうですね、ちょっともうちょっとそうですね、そんな難しい話をする必要もないし、楽しくやった方がいいですよね。さっきね、難しい話も楽しいですけど、そうですけどね。平田さんと話して楽しいのはなんかお話上手ですね、やっぱ平田さん。いや全然ですよ。どういう風に話したらいいのかなと思って、最近 YouTuber の、動画とかよく見てるんですよ。平田さん真面目ですよね。私はそうですね。まあでも神田さん真面目ですよね。俺の真面目なとこって何、どんなとこですか？いや神田さんはね、私今回ね一緒に何本か動画を撮らさせていただいて思うのは、やっぱ完璧主義なんですよね、何でも。だから私なんかもこの辺でもう適当にっていう思ってるところを見てると、やっぱきちっと全て、やっぱ 100% 目指すんですよね。そこがすごいなと思って。職業柄もありますしね。だからもともとでも持って生まれたやっぱ性格的な部分と、 あと職業でやっぱりそんな手抜きしたら大変じゃないですか。 それこそね、形成外科医ですかね。そうですよね。それってもカメラの位置とかそういう、ね、そうそう、位置とかそういうこと、あとはほら何でも習得が早い。習得早いですか？だって今回ほら動画の編集とか、ほらずっとほらそういうテレビ関係の仕事をしてた友人がやっぱり言ってましたよ。いや普通ここまでしないよねって言って。それこそもっとプロがいるからね、編集のプロっていうのももちろんいるだろうし、だけどご自身でできる極限までこう追求していこうっていうすごく姿勢が
フェッシュすごい真面目な方なんだなっていうのをすごく感じましたね。そこはまあもともと僕はありますね、うん、でもほら見た感じそういう感じしないじゃない。そうだいぶラフに見えますね。そう話し方とかも、ね、そうだそこのギャップがね、ちょっと勘違いされるんだよ。だからそうでしょ、ラフな人だと思って来られるから、うんうん、一緒にいると、うん、ねみたいな、そこまでみたいな、うん、もういいじゃんみたいな感じで、うんうんうん、でもね、やっぱりやるとこはしっかり詰めとかないと、うん、その上が なくなっちゃうんで、うんうん、どんどんやっていきたいことはやっぱり納得いくまで詰めていきたいですけどね、うんまあ、そこがやっぱりこうあの成功の秘訣っていうかいう感じしますよね。成功してないですけど全然いやでもやっぱりほらいろんなことをこう同時にやってらっしゃるでしょ。あーサーフィンもそうだし、うん、絵もそうだし研究もそうだし全然違う脈絡がないような感じが私は見てて初め思ったんですけど、うん、でも全てに真摯に真面目に取り込んでおられてて、うん、だそれがちゃんと線になってるんだなっていうのを最近すごく感じるんですよ。あでもそうなんですよね、うん、よく見ていただいて嬉しいんですけど、うんうんうん、楽しいものをあっち行ってつまんで、うん、あっち行ってつまんでって感じにどうしても多分まあ見えるんですけど、うん、ちょっと違うんですよね、うん、刃物を鍛える時に熱して打って、うんうん、あ水つけたりするんですね。そう冷ますんですよねあれね。でまた熱して叩いて、うん、ってやるでしょ、うん、だから自分ってが刀だとすると熱してばっかりじゃ鍛えられる部分ってすごい少ないじゃないですか、うんうんうん、だからその手段として火があったり土があったり水があったり、うん、いろんなものがあった方がいい僕の場合はいいと思うんですよね、うん、だからまあそれをでも中途半端にしてると、まあ、ぬるま湯で温めて、うん、なんかこう粘土みたいなもんで叩いて、うん、あとはなんかその辺の常温の水につけてとかなんかそういう中途半端なことをやってると全然鍛えられないんで、うん、本当にそれでやろうって思うんだったら、うん、一つ一つもしっかりやっていくしかないと思うんですね、うんうんまあ、その先に刀になってどうしたいのかっていうのは分からないですけど、うん、まあ一つなんか人生を楽しむ、うん、楽しむというかまあどこかしらにやっぱ向かっていくっていうのも必要だと思うんでまあその手段かな、うん、でそれはまあ手段だと思うんですけど、うん、結局は自分の意識しかないじゃないですか、うん、地位がどんだけあってもお金どんだけあっても結局それをどう感じるかは自分の意識なんで、うんまあ、そこを鍛えるにはまあねそういう一つ一つを積み重ねていくっていうことしかないんじゃないかなと思って。うんうん